やってからよく後悔します。やらないよりはやった方が良いとよく言いますが、どうしたら良いでしょう。これ何をどうすればいいんですかね、これ何をどうすればいいんですか。やってからよく後悔します。だって後悔先に立たずって言うじゃないですか。やる前から後悔なんてできませんよ。やる前から後悔なんて、後悔って後で悔やむって書くわけでしょ。やってからじゃないと後悔できないですよ。やらないよりはやった方が良い。あのね、自分が今からなんかね動くとするでしょ。その時のね2つの道があると思ってるんですよね。1つが成功中道です。で1つが失敗中道です。でね、みんなね成功の道を選ぼうとするわけですよ。で失敗はしたくないって思うんですよね。でね、失敗をねしたくないしたくないがね極度に進むとどうなるかって言ったらね、人は何にもしなくなるわけです。ね、あのね、世の中にね失敗なんて言葉存在しませんからね。あれ妄想ですから、わかります？あれ不安を煽るシステムです。失敗中の人生、失敗しないようにこういう商品を買ったらどうですかみたいなね、あれセールストークだと思ってください。失敗中のないんです。だってね、動いたらあるのはね成功と気づきですから。この2つしかありませんから、どっちもプラスなんですよ。人生ってね、動いたらプラスになるようにできてるんです。でね、動かなかったらゼロなんです。だからマイナスってないんですよ、人生。どう転んでもプラスになるんです。プラスかゼロなんです。だからね、後悔するって言ってる人はね妄想です、はっきり言いますけど。だってなんか失敗やらかしてそれ後悔してるんでしょ。あの時失敗したよねみたいな、その失敗ってね全部ね気づきですよ。そしてね全部自分の優しさにつながってる。失敗の数が多ければ多いほど人に優しくできるんですよ。なんでたまちゃんがねこんなおかしな格好して全国に呼ばれてるかっていうとね、私がね皆さんの全員合わせた分の失敗以上の失敗をしてるからですよ。それだけですよ。私ね、皆さんのね全員の分の成功よりもねたくさんの成功したからここにいるんじゃないんですよ。皆さんの合計した失敗の数よりもねはるかに多い失敗をしたから今ここにいるんですよ。本当ですよ。私だからね、後悔という感情がなくなったんですよ。ああやっちまったで終わったんですね。もういいやって。そしたらね、くよくよしなくなったんです、人生に。だってやったら気づくわけでしょ。で次同じことをやったらおかしいわけでしょ。次同じこと絶対しませんから。人ってね、痛みを伴ったらもう次同じことしないんですよ。例えばね、赤ちゃんがねストーブに触りましたと、またやけどして大泣きしましたと、わーって。じゃあ次3日後ぐらいに赤ちゃんが笑顔でねストーブ触ることも絶対ないわけです。もう分かってるから、もう熱いって。失敗ってそういうものなんですよ。一回自分で経験するとね、もうそれ繰り返さないわけです。だとそれもうすでにその時点で後悔じゃない、学習ですよ。ただね、じゃんじゃんやったもの勝ちですよ、はっきり言いますけど。人生ってね、やればやるほどうまくいきますから。本当ですよ、やればやるほどうまくいきます。でね、やらなかったらね何のプラスにもなりませんから、これ。でね、やらないでいくとどうなるかって言ったらね、今度はね人の評論を始めるんですよ。あれ評論家とか批判する人ってね、全部自分で動いてない人たちですからね。お前当たって砕けろよとか言ってる人はね、当たっても砕けてもいない人ですから。当たって砕けた人がね、当たって砕けりゃいいよとか言いませんから、絶対に。当たっても砕けてもいない人が大体そんな言葉使うんですよ。やらないよりはやった方がいいに決まってるじゃないですか。だってね、そんなね失敗を繰り返すとね、私みたいなおかしい人生が待ってますよ。みんなの前でね、こんな失敗したんですけど、こんな無様な挫折味わったんですけど、どうすかね、これ美味しそうでしょみたいな話するとね、みんな超羨ましがるんですよね。なんでたまちゃんってそんな面白い人生歩んでんのかな、面白い人生って、私失敗とか挫折談しか言ってないんですけどみたいなね。でもこれがね、もしね、私こんな風に成功しましたとかね、こんな風に栄光の道辿ってきましたとかね、こんな風にすごい人でしたとか言ってったらね、多分皆さん集まらないですよ。世の中それでね勘違いしてる人めっちゃ多いんですよね。私も途中まで勘違いしてましたからね。ご結婚おめでとうございます。もし家族がいたなら全てのブロックを外すことができたでしょうか。世の中ってね、つくづくね、ベストなタイミングでやってきてんなって思いますよね。もし私にね、守るべき家族がいたなら、果たしてこのブロックを外れたかなと思ったらね、あ、
やっぱタイミングなんやなって思いますよね。わかりません。私たらればでね、物事を考えられませんのでね、その人なりのブロックの外した方がどっかで来るんじゃないですかね。私は私のこと知らない人って結構いますかね。さっきの4人の方は私がどんな人か知らないですよね。ただの変態を思ってるでしょ、ね、できればなんか電話がかかってきたふりして帰りたいみたいな、バイバイとか言って帰ってくれれば全然 OK なんですけどね。私こんなおかしい生活してますけどね、元はといえば普通の凡人ですからね。でも普通の凡人がね、ど下手な筆文字プレゼントしてただけなんですよ、元々の出発点は。しかもその下手がね、ちょっとど下手すぎるんですよ。今はね、私の字をね気に入ってくださる方もいっぱいできましたし、たまちゃんの字が大好きって言ってくれる人もねいっぱい出てきたんですけどね、その当時私がプレゼント始めた頃の字ってね、お前どう考えてもこれ子供レベルやろみたいな字からプレゼントしてますからね。これやったら自分の方が数段うまいよみたいなね字をプレゼントしてますからね。でもそんなど下手な字をプレゼントしたのは全国でねたまちゃんぐらいしかいなかったわけですよ。だからうまくいったわけですよね。他の人はねみんなこう思ったんです。もっと上手くなってからプレゼントしようと思ってたんです。私と同じぐらいに筆文字を習った人いっぱいいるんですけどね、私だけおかしいことやったんです。私だけねど下手な頃からプレゼントした。他の人はね練習して練習して上手くなってからプレゼント始めたわけです。その結果どうなったかって言ったらね、たまちゃんがね頭5000個ぐらい先行ったんですよ。他の人まだ筆文字やってますけどね、こうやって全国を回るような生活には全然慣れてない、慣れてないどころかね、そんなお呼びすらかからないわけです。まあそれがいいかどうか全然別にしてですよ、私と同時期に習った人は山のようにいるわけです。私と同時期にお師匠さんに出会った人はいっぱいおるわけです。でも私はねこれは絶対おかしいってね、周りからみんな止められたにもかかわらずプレゼントしたんですよ。だその結果ね、私の話聞く人大体校長か教頭とかですよ、まあ一般の先生方もいらっしゃいますけど、だその先生方にお話しするわけです。だからね感動して泣いてくれるわけですよ。私がね自分の小さい頃からの話しますんでね、で何のために先生になったのかという話しますんでね、そしたらねわ素敵な人やって思ってくれるらしいんですよ。ところが最後にね、せっかく出会えたのでね私から心を込めたプレゼントがあるんですみたいな感じで、そのねど下手な筆文字ポッて与えるとね、立場が そこで逆転するんですよね。なんか今までね先生対生徒みたいなだったのにね、おじいちゃん対孫みたいな感じになるんですよ。ほらよくあるじゃないですか、母の日でなんか母の日似顔絵コンクールみたいなのがあるじゃないですか。ほんでね、母じゃないどう考えてもあなた怪獣ですよみたいなのちっちゃいのお子ちゃんが書いてね、それスーパーとかに貼り出して、うわうちの子って天才みたいなこと言うお母さんとかがいるでしょ。あんな笑顔で私見始めたんですよね。ほんでみたいな感じでね、そのこんな状態でプレゼントするあなたっておかしいよねみたいな。でも結果ね、私多分ね普通の人が20年かかってもやれないことをねたった 1,2 年でポーンって言ってしまったんですよね。それ単にプレゼントしただけなんですよ。だからねそれね、家族がいてもいなくても多分一緒やったんやろうなと思いますよ、プレゼントするの。でもねさっきも言いましたけどね、上手くなってからやろうと思ってた人はね2年後ねそれなりに上手くなってました。みんなでそれなりに上手くなってたんですけどね、それだけだったんですよ。上手くなっただけで終わってるんですよね。結果何の人生も変わってないわけです。もしね自分がねおかしい人生歩みてえなって思うんだったらね、人にね与えまくってみてはどうでしょうか。私ね自分の人生やからね断言できますけどね、人にプレゼントした量がね尋常な量って分かりますかね、普通の量を超えたらね扉が開くと思いますよ。ね普通の量プレゼントしよったらね、私誰に何を送ったかが、まあ、把握できたんですよ。だからねお礼が来る人は嬉しかったんですけどね、お礼が来ない人はね本当に届いたんかなと思ってたわけです。でね、なんでお礼くれないんかなとか思ってたんです。今考えればね超ちっぽけなやつですよね。ところがねもう明らかにプレゼントの量がね同コストね、誰に何やったかわからなくなるんですよ。あげたっけみたいな。そしたらね扉がパーンって開きましたよね。のでおかしい人生が待ってたわけです。だからブロックなんていつでも外せるだろうなと思いますよ。結果ブロックの外れたおかしい人が妻になったわけですからね、だってねこの人おかしいんですよ。私ね公務員辞めてから結婚してるんですよね。わかります？普通ね無職の男と結婚しますかね。
しかもね、私ね、無職になってから親に挨拶行ってますからね。無職になってから初めましてって、無職のたまちゃんことこだまひろしと言いますみたいな、あのつきましてはあのお嬢様と結婚を許していただけませんかみたいなことをね、恐る恐る言いに行ったらね、すぐ結婚しなさいとか言ってもらえたんですよね。どれだけあなた度量の大きい人ですかみたいな。自分がもしね、可愛い娘の親でね、無職ですけどよろしくとか言うね、おかしいやつが来たらね、真っ先に私ビンタしてるだろうなと思ったのにね。そんな、この人のためにも頑張らなあかんなと思ったわけです。まあ、頑張るって私の場合はあのがむしゃらに努力するっていう意味の頑張るじゃなくてね、おかしいことをどんどんやっていくの頑張るですのでね。どうすれば凡事徹底できるようになりますか。筆文字なかなか上達しません。凡事徹底、これ義務になっていくからでしょうね。筆文字がね、なかなか上達しない時期が私にあったんですよ。ほんで上達しない時期ってね、もう結果後から見たらね、超シンプルやったんですよ。なんで上達しないかって言ったらね、自分のためにやってたんですよ。上手くなって人から褒められよう思ってたんですよね。こんな素敵な字書くあなたってどれだけすごい人ですかってね、みんなからね褒めてもらうためにやっとったんですよ。全然上手くならなかったんです。全く上達しなかった。ところがね、人にプレゼント始めてね、人が喜んでくれるためにね、自分の才能とか能力を使い始めた瞬間にね、音を立てて変わってきましたよ、自分の筆文字が。私ね、自分のために2000枚練習したんですよ。20日で2000枚練習して、ね、全然上手くならなかったんです。で、自分にはもう才能ないと思ってたんですけどね。人の笑顔のためにね、筆文字書いてったらね、たった100枚で字が根底から変わったんですよね。ただその時はっきり思ったんですよ。自分はね、どういうふうに命使っていけばいいのかっていうのがはっきり分かったわけです。自分のためにやることはね、いつまでたっても自分を花開かせることにはつながらないって確信ができたわけです。人のために自分の命を使ったらね、どう少なく見積もっても20倍以上のスピードで花開きますよっていうのが分かったんです。だって自分のために2000枚書いても全然うまくいかなかったのにね、人のために100枚書いたら字が根底から変わったわけでしょ。だからどう考えてもそのエネルギー能力は20倍以上ですよ。だからね、自分の生きる目的というのか、生きる意味っていうのがね、全くぶれなくなったんです。あ、そっか、人の笑顔のために生きていけばいいんやって思えたわけです。人の笑顔のためにね、自分の命使ってたらね、結果20倍速で自分は幸せになるって思ったわけです。そうやってね、私もともと科学者ですから、実験大好き。自分の体で人体実験したわけですよ。人のために命を使ったらどうなるかっていう実験をしたらね、結果20倍速で花開いたわけです。だからね、筆文字が上達しねえだとか、まあ筆文字に限らず自分でなかなか芽が出ねえなとかね、なかなか自分でねうまくいかねえなと思ってる場合があったとしたら、目の前の人をね笑顔にすることにね、自分の命使ってみたらね、案外うまくいくかもしれません。ね、自分の目の前の人が全てですよ。はっきり言いますけど、自分の目の前の人がね、世界の入り口なんですよ。ちゅうか世界とつながってるんですよね。全てとつながってるの、目の前の人、そのたった一人なんですよ。それ私より好みしよったんですよね、昔ね。この人は自分の人生にとってね、なくちゃならん人やと思ってた。この人とね縁が切れるとちょっとね、自分ね相当損するよと思ってたわけです。でもこの人はね、道端の石ころと一緒やからね、適当に扱っとけばいいやみたいなことを思ってたわけですよね。今考えれば超失礼なことやってるわけですよね。人に対してねより好みしとったわけですよ。この人は大事な人、この人はどうでもいい人って自分の中でフィルタリングしとったわけですよね。全然うまくいかなかった、自分の人生なんか。目の前の人が全部大事な人やっていうのがね、分かった瞬間に自分の扉開きました。さっきね、クロちゃんとそのカレー食べながらそういう話したんですけどね、会社って人事っていうシステムがあるじゃないですか。人事異動とかいう人事ですよ。あれね、私もそうでしたけどね、結構多くの人がね、なんで自分のね能力とか才能をね誰も評価してくれんのやろうって。大体ね、人がね、そんなね自分の能力とか才能をね、そんな客観的に評価できるわけないのにね、どうせ上司のね機嫌一つで俺の人生なんか決まるんや、このクソったれみたいなことを思ってるわけですよね。その結果ね、この腐れ上司をなんとか飛ばしてね、自分に都合のいい上司を引っ張り込んでね、自分が浮かび上がろうみたいなことをしてるからね、いつまでたってもね素敵な上司には恵まれないわけですけどね。人事って人事なんですよね。あれどういう意味か知ってますかね。人事っていうのはね、全ての人が見てますよっていうことなんですよね。人が決めてくれることなんですよね。必ずみんな見てるんですよ、自分のことを。みんなが見てるんですよ。
ほんでみんなが見てるからね、自分の能力とか才能とかね、自分よりもずっと知ってるわけです。自分はできると思ってても、ね、やってないわけですから。できるとやるは違いますからね。なので自分はできると思っててもね、それを見てるのは周りの人ですからね。周りの人はね、超客観的に自分の能力とか才能とかを評価してくれる。その結果自分がふさわしいところにポコっていくだけの話ですよ。だからね、自分がね、ああ自分って運に向いてねえなとかね、恵まれてねえなとか、なんだこの人事もうふざけやがってとか思ってる時はね、人を襟好みしてる段階だと思って間違いないですよ。目の前の人をね、どんな人であっても大切にしよったらね、トントン拍子にうまくいきますから。私がそうでしたから。だってトントン拍子にうまくいくんですよ。ほんともっと先に教えてよみたいな話ですよこれ。私それまで全然芽が出ないと思ってた自分でね。でもね、このシステムに気づいてね、目の前の人に心込めてたらね、ありえないスピードでビューってね、なんか人生の上り坂みたいなのをね、ビューって登っていくわけですよ。今までどれだけ頑張ってね、どれだけ自転車こいでも上に行けなかったのにね、目の前の人一人にね、命使うだけで全てうまくいくと思いますよ。両親と仲が悪いです、どう接すればいいですか。ここ人生相談ですかね。私あの人生相談員でもカウンセラーでも何でもないのでね、何とも言えませんけどね。なんで両親と仲が悪いんでしょうかね。さっきもちょっと触れましたけどね、人間関係がうまくいかない理由っていうのはね、我を通すからなんですよ。わかります？自分の思いを押し通そうとする、自分の思いをその他の人に押し付けようとするからうまくいかないんですよね。多分ね、押し付け合いがあるから仲が悪いんだろうと思うわけです。お互いに価値観がわからないみたいな妄想ですよ私の全部。でもね、私ね、あの途中からね、敵がいなくなったんですよ。途中から私無敵になったんですよ。それまで、ね、敵がいっぱいいたんです。でね、この敵をね、なんとかして説得しようと思ってたわけです。でね、それが誠意を尽くすことや思ってたんですよね。今ならすごくよくわかりますよ。誠意でも何でもなかったわけですよ。自分の我を通そうとしとっただけですよ。自分を分かってもらおうと思ってたわけです。つまり説得しよったわけですよ、人をね。でうまくいかないに決まってるじゃないですか。自分が受け入ればよかっただけの話なんですよ。はあ、そんなこと考えてもいなかったっていうだけの話ですよね。え、何その考え、面白いから教えてもらえるって言えばいいだけの話ですよね。そうか、そういう見方もあるのかって、また一つなんか人生の幅が増えたなみたいなこと言っとけばいいわけですよね。その人の考えや価値観を否定しなくなったらね、仲が悪い人とかいがみ合ってる人とかね、自分が嫌だなと思う人は一切いなくなったんですよ、私の目の周り、目の前から。それはね、身内に対してもそうなんじゃねえかなっていう気がしますよね。一度ね、よくね、話聞いてみるといいですよ。実の両親っていうのか、実の両親と義理の両親とかいるじゃないですか。まあどっちもね、身内ですからね。人って身内に対して遠慮がなくなっていきますからね。身内ほどね、泥沼化していくんですよね。他の人やったらね、全然喧嘩にならないネタもね、身内になった瞬間に喧嘩のネタになるんですよね。だって他の人がね、醤油取らなくても、ああ自分で取るから大丈夫とか言ってるのにね、身内にはなんで取ってくれないの、そんな近くにあるのにって、ついそれが喧嘩のネタになったりするわけですよね。それもありやねって言えるかどうかですよ。ああそれもありやね、その考え方もありやねって口に出して言えるかどうかですよ。言ってみりゃええんですよ。別にね、それもありやねっていうことを言ったからね、じゃああなたそうしなさいよっていうことはないわけです。分かればいいんです、その思いが。ああその考え方もね、分かる気がするって言うだけでいいんですよね。たまチャンネルをご覧の皆さん、いつも応援していただき本当にありがとうございます。これからもたくさんの笑いと学びと感動をお届けしていきますので、気に入っていただけたらいいねとチャンネル登録をどうぞよろしくお願いします。